はい、どうもっすねーす。今回はね、サムネタイトルにもある通り、この報酬のね、ワールドクラス大西を使ったデッキで遊んでみたんですが、めちゃめちゃ強かったですね。ということでね、やっていこうかなと、サクセスやっていこうかなと思っております。で、まあ、大西ね、これ全員50にできて、しかもね、これ覚醒できるんですよね。で、覚醒で何がつくかっていうと、まあ、筋力ボーナス、やる気効果アップ。まあ、あんまりほかほかホリデー高校には、まあ、強い影響は及ばさない覚醒なんですけど、まあ、レベル50ということもあって、もう強いっすね、本当に。普通のガチャキャラクターのレベル35よりも使えるぐらいのレベルになってます。さすがにね、レベル50なんで。で、まあ、デッキはこんな感じになっております。で、いろいろね、この早川が登場して以降、迷ってたんですよね。まあ、例えばダリアを、まあ、入れたかったり、まあ、じゃあ、マイビアどうすんねん、みたいな。いや、前部どうして左打ちどうすんねんみたいな感じ で、自分自身ね、めちゃくちゃスランプに陥ってたんですよね。やっぱダリアをこれ入れることによって、まあ、この合わせを外すよ、外すんで、ダリアを入れるってなったら、じゃあ前部の枠はどうするってなったら、左打ちの前部、まあ、大神、まあ、闇の、大神じゃないか、大神じゃなくて、美意識か、美意識とか闇のを入れたりして、まあ、いろいろ調整してたんですけど、やっぱりね、伸びないんすよ、経験点が。全く全然もうアホみたいに伸びなくて、で合わせをね、もう一回ね、もう入れ直してみたんですけど、めちゃくちゃ強かったっすね。なんでね、やっぱり大事なのはデッキレベルですよね。少し多少無理してレベルの低いダリア入れるよりは、このアース入れてもう経験点でもうバランスなんか関係ねえっつってご利用した方がいいのかなと思います。まあ自分の場合はアースですけど、その他のね、ちょっと適性が劣るキャラよりもう適性のあるレベル低いキャラなら、レベル高い方を全然選ぶべきだと思いますね。で、今言ったんですけど、デッキレベルが結構大事になってくる中で、大西がね、50でもらえるっていうのはね、誰でも50で取れるっていうのはめちゃくちゃ強いアドバンテージですね。これによってね、自分のデッキ、レベル50が3人もいるんで、経験点がめちゃくちゃ伸びましたね。で、今回の動画、めちゃくちゃ経験点偏ったんですけど、それすら関係ないぐらい経験点出してくれて、もう見事ね、先発をね、久しぶりに更新することができましたので、まあね、いい感じになったのかなと思います。で、コントロール上限は6なんですけど、スタミナ上限がまあ151ですね、今回。58もあるんですけど、あと3欲しいね。手ぐらいですね。手ぐらいでめちゃくちゃ強かった。でも、サポートデッキをもう元の形に戻しましたね。もうこれでもういつも通り安心した形にできると。まあ、あとはまあレベル37をね、この白浜をどうにかしたいんですけど、まあとりあえずこれで、あと変えようがあるならかぐやかな。かぐやが新バージョン出て、もっと適性の高いかぐやが出てくると思うんで、そこでって感じになってきますね。とにかくね、このデッキめちゃくちゃ強いデッキで、で大西ね、あと言い忘れてたんですけど、回復イベントが2回あるのかな、めちゃくちゃ回復してくれるのでね、そこら辺もめちゃくちゃ適性あるんじゃないでしょうか。ということでね、初心者、中級者、上級者ともに使えるこの大西を使ったデッキやっていきましょう。ということでやっていきましょう。これね、まあ割と2回かな、テイク2ぐらいで取れたんで、めちゃくちゃいいサクセスでしたね。で、まあダリア入りのデッキもね、動画何回か撮って、まあダリア闇の入りかな、少年闇の入りとかも撮ったんですけど、10回ぐらい撮ってもね、全くいい成果が得られなかったので、もうやっぱ大西くん入れて2発で更新ですから、めちゃめちゃ強いですよね。やっぱり原因は合わせですね。合わせがいないことの負担がでかすぎる、それに限ります。で、このサクセス注目してもらいたいのが、全然回復アイテムを使わないことですね。めちゃくちゃいい塩梅でいきました。っていうのもね、まあデッキ紹介の時にも言ったんですけど、大西くんがね、まあ強かったね。回復イベント40ぐらいの回復が2回あったんで、めちゃめちゃ強かったですね。もう余るぐらいあったんで、それぐらいでした。あとはまあ単純に運が良かったのもありますし、で今回の立場にね、ちょっと変えて、ほかほかゾーンを結構確かこれ引っ張ってんのかな、そんな立ち回りもしたんですけど、まあ最終的にはうまい感じにいったのでね、まあ一緒に見ていきましょうという感じでございますね。で、まあいつも通り、これはまあそうですね、金塊を廃棄するムーブにして、でこれは釣りだな、さすがに。で、まあ、結構ここも割と引っかかってくれたのは良かったね、ほかほかゾーン、うん、でまあ両打ちを3人にしたことで、まあ金塊を売る速さも速くなったんでね、ここもめちゃくちゃ強いですと。これもしコントロールとかを重視するなら、両打ちのところをね、左打ちとか右打ちに絞って、
まあ、他のキャラに入れたりするんですけど、まあ、例えば小あのルミナ、ひらがなルミナね、少女ルミナとか入れて、まあ、そこら辺変えることはできるんですけど、まあ、やっぱこれが両内3人のが、まあ、アイテムね早く売ることができるね、金塊をそっちの方が強いよねといった感じです。でデッキが前にあと4なんで、まあ、後イベの走りがどうなのかなって気になってはいたんですけど、まあ、全然問題はなかったですね。一応前イベが合わせとあと白浜の2人で、後イベがね早川と大西っていうね、まあ、昔のキャラ2体いて、早川と大西は昔なんで、まあ雑な多いイベントが結構あるんですよね、そういうの。まあ昔のキャラってイベント多いですから、BDR になったのかな、まあそういう感じなんですけど、そうで2人多いんですけど、今回は走ってくれましたね。でもこれは運なのかな、どうなのか分かんないんですけど、でこれは他アタックを拾わなくて、他アタック拾うよりこっちのね適温の練習の方がね経験点が良かったんでこっちに行きましたと。でこれね全体的なサクセスの所感としてはやっぱり筋力足りないね、うん、筋力足りないんで筋力をまあ意識して稼ぐのがいいかなと思います。大西が筋力ボーナス覚醒で持ってるんですけど、それでも足りないんで、まあ重視する経験点とかあるじゃないですか、2回サクセスで2回あるんですけど、その中でどっちも筋力を押すことをお勧めしますね。精神と筋力を今まで押してたんですけど、やっぱりね精神は今回足りました。まあそういう分布の話もあるんでしょうけど、でこれも他がタックを踏まずに適温で明神踏んだ方が、まあ軽減点こそ劣るんですけど、こっちのが安定卓だったんで、うん、他がタックよりなしでこれならこっちの方が良くねって感じで、割とね他がタック引っ張ってるんですよね。でここも踏まずで結構引っ張ってるね、うん、まあ、他がタック逃げないんで、うん、まあ、引っ張れるのであればいっぱい引っ張るのがいいのかなと思います。で現在ね私ちょっとこの編集作業と今動画、まあこれ声当ててるだけなんですけど、声当ててる中でちょっとあるアプリをダウンロードパソコンでしてるんですけど、まあ、その待ち時間にやってるって感じですね。で最近パソコンゲームとかねやってみたくなってやってるんですけど、わかんないねまだ、うん、やっぱパープルアプリでしか再生数は回らないんで、まあしゃあないですけどね、みんな僕のこういう、まあ、サクセス動画とかめちゃくちゃ再生数回ってくれてるんですけど、まあ、そういう動画を待ってるのは重々承知なんで、まあ、1000人とかいったらまあちょっといろいろやってみるのありかなと思うんですけど、まあ、パープルアプリのペースはなるべく落とさないようにしつつ、でもねこれからめっちゃ忙しくなるんですよね。実は今までが暇すぎたってもあるんですけど、これからまあ春休みが私終わるわけなんで、はい、めちゃくちゃ忙しくなります。なんでね、まあずんだもんに引くべきか喋らせたりそんなことすんのかなと。でもこの時点で筋力不足はもう痛感しております。ただねこういう早いタイミングで異常気象を撃破できるのはめちゃめちゃ強いですね。で今回なんかサクセスが混ざって覚えてないんですけど、異常気象結構引っ張った時もあったんですけど、まあ、それがもしこのサクセス内だったらそれについてもちゃんと説明しようかな。一応ね取ってすぐ言ってるんで、でこれ風速 10m なんでもうホーカーガゾーン使っちゃいますと、うん、次来るんでね、うん、次来るんでちゃんと、まあ、ホーカーガゾーンを消費すると、まあもったいないですけど、まあ使わずにねなくなっちゃうよりは使って、まあ、下手な練習で使ってなくそうが全然いいんでね。で合わせ走りますと、やっぱ合わせ強いね、うん、まあ、単純に試合経験点20だけじゃなくて得意練習率 45% もありますし、最初から初期練習持ってるっていうのもあるんで、で個人的にはもうダリアはレベル41なんでね、それなら合わせ50使った方が100倍強いって思ったね。本当に合わせ入れただけでこの安定感だから。でここで早川に釣りを付与できましたと。でね今回ね釣りが2人ついてくれたんで、めちゃくちゃ体力が安定しましたね。こういう感じで体力回復イベントさえ無駄にしてしまうぐらい強かったね。で今回ねそうこの技術変化精神、まああまりにも点が集まりすぎたのは、まあそれは反省点なんですけどね、うん、まあこれは浮き輪次第なんですけどね。ただ浮き輪も今回割と運は良かった方なのかなと思います。でまあ相談もしませんし、まあ、大してそれたことはしないと。でね今までね自分この大西の枠に一郎を使ってて、うん、
一郎と大西どっちが強いんだって話なんですけど、個人的には投手一郎ですよ。投手一郎と大西、個人的には大西の方が強いと思いました。手ぐらい大西強いですね、本当に。まあ、確かに一郎も強いんですけど、まあレベルってのもありますし、もちろんやっぱレベル50ってのが偉大なのかなと、何を思うで。まあ体力回復イベントもありますしね、まあ、一郎もあるんです。ないかな、ないね、一郎はないね。野手一郎はある、うん、投手一郎は確かなかった、うん、で一応大西がね精密機械持ちなんで一郎と被らせることができるんですけど、一郎にじゃあどこに入れんねんって話になると、かぐやを抜いて一郎を入れるぐらいしかないので、まあそれなら無理に新精密機械にする必要はないのかなと。うん、どうなんだろうねって感じですね。でまあ他がゾーン、まあ、結構最初は拾えてないね、拾えてないんですけど、拾わずともね、まあ気温を下げたり上げたり、そういう操作をねちゃんとまあしておくのが大事ですね。でまあセクニのもうここ正月に入ってきましたと。で大西がねやる気ボーナス持ちを覚醒で持ってるんで、まあやる気はねなるべく高く異常しておきたい。これは強いね、うん、これめちゃくちゃ強い。でね風速 10m なんで、次放課後ゾーンが来るんで、ここでね拾えたのはめちゃくちゃでかいですね。でやっぱり筋力が足りないとはいえ安定はしてたんで、経験点的に、まあ、筋力もそこまで絶望的じゃなかったんで、なんでねこういう感じで稼ぐことができましたと。うん、合わせの強みなんだよなこれも、なんとなく思うけど、やっぱ初期得意練習は強いと。で合わせが2回目と。で合わせもね査定じゃない、筋力被らないんで全然強いですね。でまた来ますと。これあんまり強くなかったけど、これは明神の方を踏んだのかな確か、うん、まあ、こういう判断もしてたんですけど、まあ、今思えば技術精神がアホみたいに余ったので、無理してでも筋力を取りに行くべきだったのかとは思うんですけど、ね、でやっぱり筋力じゃない経験点が余るんで、そういう点ではまあダリアのトンボは欲しいですけどね、うん、なんでねダリアを使える人は全然使っていいと思うんですよね。ただ自分の場合、そのトンボ、まあ、ダリアのトンボの強みは十分に分かっていて、まあ、それがないことによる弱みも分かってるんですけど、それを踏まえた上で合わせを抜くよりはダリアを抜いた方がまだリスクが少ないのかなと思って、まあ、こういう感じのデッキにした限りですね。まあ、とにかくね、置き換わる枠が右打ちのキャラだったんで、そこら辺がもったいないですよね。葵がね左打ちにはまればめちゃめちゃ強かったんですからね。もしくはあれか、左に右4にすんのもワンチャン考えようなのかな。ちょっと今の時代の逆行的なスタイルですけど、どうなんでしょうね。まあ、とにかく葵のその出る、まあ、変わる枠がちょっとしんどかったのかなと思いますね。うん、だね、葵はね、後イベなんで、まあ、合わせとは、まあ、とにかく前イベが不足してるんで、合わせを追い出すには至らなかったと。もう葵と合わせは共存ですね。で、異常気象と。割と早いペースで撃退してて、まあ、ここはもう、異常気象来ちゃうっていうか、風速が20に届く前にもさっさと撃退してしまって、でね、次風速が速くなる前に他がゾーンね、消費してしまうのが一番いいのかなと思って、もうさっさと撃破。でも気づいたらセッション3ですね。で、ここで他岡タックを引けると。これは行ったのかな？大西単体。まあさすがに大西単体。まあ筋力はめちゃめちゃ入ったんですが、んでこれ行くか。これレベル4にして、他がゾーンをね、まあ消費して、で、その次のターンでまた他がゾーンを呼び込むことができるという、そういうね、まあ連鎖ですね。連鎖をすることができれば、まあ、経験点は必然的に出てきますよねって言ったような感じですね。なんでこれはいきますと。今回変化ポイントも意外と、まあ足りなくなってしまったんで、まあ、これに関しては完全に浮き輪なのかなと思います。で、まあ、得意練習の、練習レベルの入れ替えはせずに、このね、連続ホカガゾーンで、ここで、まあ、3連続で来るんですよね。でも、まあ、タックで拾うことはできなかったんで、まあ、これは泣く泣く、まあ、釣りでホカガゾーンだけ処理して、まあ、次も来ますよと。で、マリンショック見てるのは、あれですね、水上バイク。これもう上げて、あ、これも連鎖ですね。4連続かな4連続でホカガゾーン、そう、こういう動きができると強いと。そう、ちゃんとタックで拾えてね、今回は。なんでも水上バイクのレベル4を消費してしまって、でこのね、レベル4の他がゾーンのやつも、もうさっさとね、消費してしまいたいんですよね。
でないとねアイテムが溢れてしまうので、もうさっさとこういうのも消費してしまいたいんで、ここでヒケタンは強いとね、異常気象とで、これはさっき気温下げたかな、うん、で筋力が足りないですと、まあ若干怪しいですね。やっぱいつも上がらないのは調整力ですから。ラインになったね、ちょっと数値切ります、うん、なんでここでまあ他がゾーンを、まあ次のターンですね、まあ、気温を下げて他がゾーンでねフィニッシュできるようにしますね。でどうなのかと、拾えないと、うん、ただ拾えないんですけど気温は下がってるんで、これはね踏んで、まあ気温を下げつつ、まあ3ターン撃破に切り替えましょうって言ったような感じですね。でここで名人に、ね、得意練習付与もすることができたので、まあ全然良かったと。で大西が2回目と、まあ、大西のイベントはまあ全然可もなく不可もなく、まあ全然いい感じですね。ゼンリアイベントはめちゃめちゃ強いのはめちゃくちゃ強いんですね、うん、体力40回復2回はねめちゃめちゃ強いですね。でここで適温でね、ちょうど折り返すことができて、風速もねまあ20に行くことなく、ここでね捕獲ゾーン発生してんで、次ねまた風速で捕獲ゾーン来るんで、まあちょうどいい感じですね。でもやっぱこれも運ですよね。やっぱりその捕獲ゾーン、まあ異常気象撃破した後の捕獲ゾーンとその風速で発生する捕獲ゾーン、まあ例えばね風速 20m の時に異常気象撃退しちゃうっていうのもね結構ありますから、ね、そういうのがまあ少なければ少ないほど経験点は伸びていく、そこは運ですね。でも風速が 10m に届く前に、まあ、こういうのでさっさと消費しまうと、まあ、筋力が足りないのはもうこの時点で分かってますから、なるべくねサーフィンとかあのダイビングとかでやっておきたいと思います。で大西体力回復と、でそういう理解いいですね。まあ 何個かレベル4の練習待ってるんで、うん、火薬とヨット待っていて、でねもうさっさとやらないともうアイテム溢れちゃうんで、とりあえずまあレベルだけ上げてって言ったような感じかな、うん、でまあこれは上ですね、うん、でどうなると、うん拾えないと、まあここら辺はもう待ちですね。無理に焦らずまだ余裕があるんで、ね、うん、もう最後の最後、最後の最後もう余裕がなくなった時に、うん、他赤ゾーンって無理やり拾いに行けばいいんで、まだ2ターンぐらい余裕があるんで、それを見越してですね。で大西の前例はちょっと攻めてみたんですけど失敗して赤徳がつきましたねって感じなんで、体力が満タンであっても体力回復の択を選ぶのがおすすめですね。でこれ異常気象ですね。異常気象やってきて、まあ筋力が足りないことはもう分かってるね、うん、筋力をまあ消費しつつ、まあこれはもう拾ってしまったね、うん、その他が全部逆だった、拾ってしまって、でこれ腹痛拾うと、でここも筋力のままですね。もう今までは精神とかにしてたんですが、まあ、精神は足りたんで、でもまだレベル上げないな、うん、アイテムの空きがあるんで、でもこれさっさと撃破して、で捕獲ゾーンを起こして、でこの後ここで発生した捕獲ゾーンをレベル4の練習で最初もう消費してしまって、まあ、連鎖させようっていう魂胆ですね。で積算が終わりました。まあ経験点的にはまあいいんじゃないでしょうか。割とまあ悪くないかな。でやっぱねここら辺まあセク3まで経験点良くても普通にセク4でやらかすこともあるんで、まあ全然安定してくれていいのかなと思います。でまあ急所も上げて変化ポイントは足りないですね。でこれカヤックここ出たんでかいね、うん、カヤックでここで拾えたのはめちゃめちゃ強いですけど、カヤック今回結構役立ったんですけどね。カヤックでね、赤の浮き輪、あの筋力の浮き輪引け取れば、もっと、まあ、経験点バランスを安定できたのかなと思うので、その点では、まあ、うちら厳選とかも考えようですね。で、ここで、ダイビングを、まあ、拾うことができると。なるべくダイビングを多く拾いたいんでね。で、もう、ポンコツも諦めてとか、ポンコツはいりませんでしたね、結局。技術精神がもう、青みたいに上がったんで。で、ここで強いの拾いましたと。これ大西のいいとこだね。あの大西のいいとこ出ましたと。まあ、やっぱ、こういう感じ。レベル50ってやっぱ偉大だな。あのデッキレベルが。まあ、関係してくる高校ではあるんで。で、ここで、まあ、風速10メートルなんで次置きますと。
次起きる中でこれどうだったかな、休んだかな、休みましたね。休んで高級浮きは受け取りつつ、まあ異常気象を起こすと。でまあ先にあの風速30、風速じゃない気温30まで持っていって、まあ余裕のある状態で、まあ、ほかほかゾーンタックを拾いながら異常気象を撃退と。でここは、まあ、浮きを気持ち程度に増やしましたと。でこれは拾えなかったんですけど、え、拾えるね、水上バイクで拾えるね、ごめんなさい、水上バイクで拾うことができましたと。でコントロール拾って、まあ、経験点はまあこんな感じにはなってると。でこれはカヤックかな水上バイクかな、まあ、どっちでもよかったんですけど、これは確か、まあ、スカウト評価を上げるためにこっちにしましたね。まあいいかなって感じで、まあ、ここら辺もなるべく葵のいる練習で撃退したいのは山々なんですけどね、まあ、スカウトも参加してくれたらいいなと思いつつ、評価上がったら確かスカウトにも競技適性つくんでね。んでもう明らかに変化精神が余ってますと。ただこっから溢れてくるのは技術なんで、まあ、まずは申し訳程度に特能を取りますと。で今回敏捷はまあ取れなかったねって感じなんで、一回牽制取ったんですけど、牽制はもう外して、まあね、牽制骨もらえるんですけど、まあむやみに取りすぎたらね、それはそれで足りなくなるんで、脅威の切れ味とかマインドブレーカーでね、こっちの場合敏捷を消費するんで、敏捷に関しては、まあ、特にまあ、警戒をしておくべき項目なのかなと思います。でも格は100いったんで精神がうまい感じに吐けないと、結局格を101以降に上げることはなかったですね。正直格集客を101に上げるなら多少バランスが悪くなろうとも、なるべく集客力を上げるのを個人的には目標としてますね。ヨットがレベル2なんで、そこら辺はまあ懸念点というか反省点だったんですけど、まあでも運なのかな、運なんですけど、運が悪かったところなんですけど、でもね、それ以外の練習はね、まあみんなレベル4にすることができて、ほかほかゾーンもね、拾うことができて、ここでね、釣りで拾って、違う、もう拾ってたわ。他のサクセスと混じったわ。で、まあ、拾う、まあ、どの練習も均等に拾うことができましたと。で、これレベル3なんですけど、まあこれは最後間に合わなかったですね。で、もうここら辺からもう筋力がね、まあ、これでスタミナでめちゃめちゃ吐きますから、あまあ、もう足りないんですよね。で、もう軸上げもいいかなと思って。で、もうこういう感じで、とりあえず筋力が入ると。で、大西ね、これ見てもらったらわかるんですけど、素で300点入ってるんでね。まあ、これで他がゾーンタックであったり、適温であったりを、引くことができると、まあ、さらに経験点が伸びるよということで、よかったですね。で、この海岸についてもちょっと、まあ、そうですね、変化球を300にしたんですけど、これ全然技術30でもよかったし、なんなら技術精神でよかったなと思うんですが、まあ、勝利の星は無理、鉄人は論外で、ここで復活と、まあ、この復活のおかげで、まあ、先発ローテーションに食い込ませることはできたんじゃないでしょうかなって個人的には思います。めちゃめちゃ復活はありがたいですね。ギアチェンマイブレ、交差点金属の中でギアチェンマイブレはダメだったんですよ。で、アームブレーカーも筋力消費するんでダメだったんですよ。その中でピンズドでしたね。で、これ監督は参加しましたと。で、他がゾーンタック。まあ、これは、まあ、これもカヤックか、水上バイクか問題なんですけど、これどっち拾ったっけな。まあ、行くんですかね。行くのは確定しといて、これは筋力を選びましたね。うん。これも経験点バランスですね。まあダリア積んでるとね、ここら辺、まあ何も考えずに経験点の多い方を選ぶことができたんですけど、で、結局、これ最後のターンですね。最後かな？最後じゃないけど、まあこの適温でね、サーフィン600点プラス139拾えるんで、これわざわざもうタックで拾う必要なくねって思って、これは筋力を取りに行きました。で、結局最後の最後まで筋力足りなかったんで、この決断は、まあ、思ったよりは良かったのかなと思います。まあ、こういうね、まあ、本来は良しとされていないような立ち回りを、いかにね、まあ、許容できるかって話ですよね。その立ち回りが正解になることもありますし、不正解になることもあるんですけど、まあ、
そういう判断がね、まあ大事なのかなと思います。でこれも変化を履くか各集客を100以上に上げるかって話なんですけど、まあ、自分は多少バランスを犠牲にして変化を上げましたね。変化球を7球種目を取りましたね、まあ、そういう判断をねするっていうのが、まあサクセスの繰り返しで身につけていくんで、そういう判断力っていうのが、まあ、どれぐらいいけるのかなって話ですね、うん、ここからさらに PF のさらに上まで査定を伸ばさないと個人的には先発ローテは更新できなかったんで、これも、もう技術変化めちゃめちゃ余ってるんですけど、まあ、とりあえず温存かな、温存してるんですけど、まあ、結局筋力は最後まで、まあ、ドカッと入ることはなかったんでね、まあ、そういう決断が、まあ、大事なのかなと思います。で、これ最後、そう、最後、まあ、釣りで他がゾーン拾うの良かったんですけど、まあ、釣りに来てたもわか、来てたかもわかんないですし、まあね、これは最後釣りで拾って、まあ、少なかろうとも筋力をいっぱい稼ぐと思う。とにかく筋力を稼ぎますよ。で、ここ、甲子園も、まあ、悪くはなかったですね。まあ、これも、まあ、釣りで、まあ、精神が若干足らなかったんで、ここで精神を引いて、まあ、結局意味なかったんですけど、ね、ただ、まあ、甲子園の練習の運は、そこまで悪くなかったのかなと思います。でも、これも変化ポイントを犠牲にして、もう7球種目を取って、でも、バランスを犠牲にして、とにかく調整力をね、上げられるとこまで上げようっていった感じで上げました。これがオール100とかになったらね、まあ、バランス的にもめっちゃいいんですけどね。で、これも、まあ、ここは良かったですね。サーフィンで、まあ、こういう練習をちゃんと引くことができたんで、まあ、これでね、集客力がいくつか上げることができたんで、耐えましたね。で、まあ、敏捷ポイントは、まあ、まだね、余裕を持たせつつ、まあ、集客力を上げて、もう行こうと。まあ、そういうのが大事ですね。で、もう、この時点で試合経験では200入ってますと。めちゃめちゃ強いですね、と。で最後ね、これ、まあ、筋力が足りないんで、まあ、カヤック釣りもいいんですけど、でもこれ、カヤック行ったかな？いや、どっちだ？いや、筋力取ったか。うん、7球種目の変化ポイントが、まあ、若干心配だったんで、カヤック行くのもありでしたけど、まあ、そんなことするよりはって感じで、まあ、なるべく筋力ポイントを稼ぐために、まあ、タックのない方に行きましたね。で、最後、カロリーバー消費してたんですけど、まあ、カロリーバーが最後まで余るほど、体力に関しては安定しましたと。でね、テイクこれ2なんですけど、テイク1の時もね、体力回復アイテム普通に余ってたので、まあ、その点を考えるとね、めちゃめちゃ安定するんで、カロリーバーを、ね、温存するってのも、もしかしたらありなのかなと思います。やっぱ最近カロリーバーの消費激しいですからね。まあ、ここを、まあ、パワードリだね、うん、病気回復できるやつにするのも、全然、いいのかなと思います。サブリ癖とか、ここは対処できないですからね。って感じです。で、まあ、経験点割り振るんですけど、まあ、これは、さすがに、こっちかな、うん、どっちか、うん、どれか1しか上げられないんで、それはまあ、上がる方を選ぶでしょうと。でも、最後はね、もうこんな形余ったんで、まあ、ここでまあ、トンボがあればなと思ったんですけど、まあ、合わせがいたことによって、ここまで査定を押し上げることができたんで、まあ、UF8。まあ、ここまでいけば、まあ、先発ローテ更新だよねっていうラインですね。で、まあ、最後。まあ、F5 から F8 になったんで、まあ、十分じゃないでしょうか。で、その F5 のね、先発が天下りして、中継ぎまで行くわけですから、先発ローテの更新っていうのはめちゃめちゃ、まあ、影響がでかいんでね、そこをね、大西入りのデッキで、まあ、2発目でできたのはめちゃめちゃ強かったですね。自分ね、結構待ってたんで、大西レベル50にできるタイミングを。でね、ずっとこの動画、このデッキ温めてたんで、本当に、まあ、ちゃんと結果が出せてね、んで、期待通りの強さでね、良かったって感じでしたね。という感じの動画でした。はい。皆さん、どうでしょうか？皆さんのおすすめのデッキとか質問など、いろいろコメント欄によこしてくれると嬉しいです。ということで、次の動画でしょう。バイバイ。